今日も各地で厳しい暑さとなりそうです。熱中症に対して警戒をしてください。まず現在の天気分布をご覧いただきますと、今はですね、北海道の渡島半島ですとか、九州の南東部ですね、こちらの方で雨が降っているほかは、広い範囲で今晴れております。今日の午後になると内陸部中心ににわか雨や雷雨のところが出てくるものの、夏空とこういったところも多く気温はどんどん上がっていきそうなんですね。その天気の移り変わりご覧いただきましょう。今日は広い範囲で、また朝から夏空となりそうです。午後にかけては東日本や東北の内陸部を中心に、雨、あるいは雷雨といったところはあるんですけれども、その範囲は、局地的なものです。ですので、基本的にはこう晴れるところが多いというのが、今日の特徴になりそうなんです。この強い日差しによって、気温もかなり上がります。気温予想をご覧いただきますと、今日は特にですね、西日本で暑さが厳しいです。福岡の最高気温は昨日よりさらに上がって36度予想ですね。その他大阪ですとか広島が34度、また東日本でも32、3度を予想しております。内陸部では35度以上の猛暑日といったところが、またあちこち出てくると見られます。さらに北日本ですけれども、秋田など昨日に比べてまだ2、3度ぐらい上がりそうですね。旭川でも34度とかなりの暑さとなりそうです。その結果、こちら次、暑さ指数のデータをご覧いただきましょうか。熱中症の危険度とも言えるんですけれども、紫色の危険レベルですね、これが九州ですとか中国、近畿、さらに東北の日本海側などにも分布します。一部はですね、網走の内陸部でもこの危険レベルとなりそうでして、こういったところではもう屋外での運動はもう原則禁止レベルとなります。さらに赤い色の厳重警戒レベルが、これも広範囲に及ぶ予想でして、屋外はもちろんなんですけれども、屋内にいらっしゃる場合も、こまめな水分補給ですとか、あと冷房を使うなどして暑さ対策をするようにしてください。